はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ソラルです。今日は友達にやらされてみたゲーム第2弾。事前情報として知っているのは、声でキャラクターを操作するゲーム、それ以外は知りません。でもいい雰囲気のゲームでですね、ちょっとやっていきましょう。いや綺麗だね、画面がすごく。うお、なんだなんだ、汚い汚いおじさんの声のオウム。雨降ってる。低くて歌いやすい。あー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 あああ、どうでしょうか。低くはなかったけど、お、なんかちょっとメソメソしたガチャピンみたいな。ガチャピン。世界に影響を与えるために歌、鼻歌、口笛をする。あ、口笛でもいいんだ。本当だ、口笛でも。あ、声が汚い、声が怖いな。なんかちょっとホラー要素あんのかな、もしかして。あー、上がってくれないよー。あー、高い声を出せばいけるということですね。なるほど、最初にちょっと高い声出しちゃったから、うわ怖、びっくりした。なんだこれ、後ろに引きこもりたちが。部屋から出てこい、人のこと言えないわ。ああ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 あ、なんで高い声出しちゃったんだ最初に。うわっ、なになになに、あああああなに、声で弾く的な、違う違うね、違うわ。これはこれは、いや落ちるなこれ。可愛いね、でもこのキャラクターね、綺麗だけど、なんかなんだろう、砂漠、野菜の怪人が出てきた。あちょっと高いね。ありがとう。お助けキャラのアスパラの妖精だと思う、多分。あ、これは？お、なんか起動した。あああああ。やっぱりこれ最初に低い声出してくださいっていうのはそういうことなんだな。多分さ、高い声出しちゃうと。高い声じゃないと読み取らなくなっちゃうんだこれ。ちょっといけるかな。あー、まっすぐ出せばいいだけだからね。でもこの辺はね大丈夫ですね。あーちょっと高すぎるかこれ。登れない。お、登れた、いいね、根性あるね。あなるほど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 。あー、高い。お、アスパラくん。あー高い。これ読み取り直した方がいいんじゃない。口笛使えばいいんだ、口笛。高いところは、そうだそうだそうだ。お？お、光が。天国か、ここは。お？あー、わかった。あー、あ、そうか。あー、わ、自分の声聞こえて嫌な感じ。お、すごいギミックだな。ちょっと口笛やってみるか。あ、これだと高すぎる。ダメじゃん。あー、お、和音になってる。疲れる。あうるせえ。もっと高くなったらやばいんだけど。うるさすぎる。ああ、わかった。ちょっとオペラ歌手ばりな感じでちょっとやっていこう。違うかも。
微妙に汚ねえわ、ほんだな。お、なんかちょっと打って変わってさっきの幻想的な数字とはちょっと難しくしてくんじゃねえよ、まっすぐにしてくれ。あああああああ何気にさ、この主人公おしゃれなスカーフしてるね。わあ、俺なんか、わあ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 。なるほど。わあ、わあ。うるさいゲームだなこれ。ちょっともうちょっと美声でやってこう、美声で。わあわあわあ、高すぎるんだね。こんな汚い声を出し続けていいのだろうか、ちょっと。なんだなんだなんだ、え、急に歌い出した太陽に向かって。あーあーむずいんだけど、難しいんだけど。あー高い。あーなになになに、今のでよかったの。自分の歌を歌う。カエルの、あ、幻滅された、多分そのひどさにそして焦点してしまった。でもクリアっぽいな。いやそうだよね。いやありがとうございました